ダビト・トケシェラ・シビリは、ジョージアの政治家。2010年から2013年5月まで、大統領府長官を務めた。トビリシ国立大学を卒業し、法学の修士号を取得。1987年から1989年まで、義務兵役。2005年に、エドマンド・マスキー奨学金を得て、2006年に、米ジョージア州アトランタのエモリー大学で、 法学修士号を取得。1993年から1995年まで、ジョージア市民同盟の若手組織で政務秘書官を務め、若手組織の副代表に就任。1995年以降、トケシェラシビリは各国の選挙システムを視察し、それを政治活動や政党設立へと活かしてきた。彼は、ジョージア市民同盟の若手組織のリーダーとして、 政治キャリアをスタートした。ジョージア市民同盟は、元ソ連外相で、後のジョージア大統領となるエドワルド・シェワルナゼを、首領として、1995年から2003年まで活動した。トケシェラシビリは1995年に、ジョージア国会議員に当選し、2006年まで議員を務めた。トケシェラシビリは、国会議員としての11年間において、 多数党副院内総務、メディア関係省委員会委員長、人権非政府組織委員会委員長を歴任。2003年からは、統一国民運動に加わり、エドゥアルド・シェワルナゼ大統領を大臣に追い込んだ、2003年の、いわゆる、バラ革命に、積極的に参加した。トケシェラシビリは2006年に、環境、天然資源保護大臣として政権に参加。 2007年から2008年まで労働、保険社会保障大臣を務めた。2008年から2010年にかけて、トケシェラシビリは、地域開発や地方自治改革を主導した。地方発展インフラ省が設立されると、トケシェラシビリはその初代大臣となり、地方文献化と持続可能な地域開発のための構造改革、政策刷新を推し進めた。 2010年6月から2013年5月まで大統領府長官を務めた。トケシェラシビリはエモリー大学法科大学院の国際法学、比較法学センターにて副所長を務めた。彼は法学の教授として国際広報の過程を指導。また過渡期の民主主義における法の支配や制度開発に関する様々なプロジェクトに参画した。2006年に 米ジョージア州名誉市民として検証。2008年にはシェス国際同窓厚労賞を受賞。トケシェラシビリはエモリー大学で教鞭をとり、ヨーロッパの金融工学企業に助言を行っている。トケシェラシビリは既婚であり、子が二人いる。ありがとうございます。